ご乗車ありがとうございます。ゼロから始めるタクシードライバー生活。はい、2024年が始まりましたというわけで、今年もよろしくお願いいたします。ね、ついね、2024年、平成6年、平成じゃない、令和6年が、ついに始まりましたね。といってもこれ、動画撮影しているのは1月の7日でございます。はい。なかなかね、新年からね、大きな災害とか、あと、事故とか、事件とかがちょっと立て続けに残っちゃってまして、なかなかこう、ね、おめでとうございますって言いにくいなというふうにはちょっと思っておるんですが、ですので、こういったね、ご挨拶という形で、始めさせていただきたいと思います。はい。というわけでね、まあ、去年もね、いろいろありましたが、今年もね、頑張っていこうということで、僕なりのね、まあ、抱負というか、いう話なんですけども、もうね、これに尽きるかなって思ってるんですけども、もう自分のできることを、真面目に、着実にやっていこうと思っております。本当ね、それをね、繰り返し繰り返しやることがね、一番いいかなと思ってますので、背伸びすることもなく、焦ることもなく、急ぐこともなく、目の前にある自分のやるべきことを着実にこなしていく、これで1年間やっていきたいと思います。はい。まあこれはね、タクシーの乗務でもね、言えることだとは思います。実際ね、お正月、まあ、まだ1月7日ではありますが、お正月明けてからなかなかね、こうお客様が少ないなというのが体感としてあります。去年と比べるとね、なんか全然ちょっと、お客様の数が少ないような気がします。と同時にタクシーの数もやっぱり多いんでね、流し方とかいうのもね、かなりちょっと工夫していかないといけないなとは思っておりますので、いろいろね、試行錯誤の上、頑張っていこうかなと思っております。というわけでね、今日はね、こういった挨拶という形で、動画を、撮らせていただきました。まあ、今日はね、1月、まあ、7日、まあ、成人式がね、成人の日が明日なんですけど、大阪府ではいくつかの市、まあ、区域がね、今日1月7日に式典をするということなので、ちょっと覗いていこうかなと思っております。まあ、そういったこともちょっと工夫の一つかなと思っておりますのでね。はい。やっぱりね、僕が思うのはね、タクシー乗務をするにあたって、プライベートの充実っていうのもね、僕は必要かなと思うんですよ。やっぱりこの、まあ、体力的にもそうなんですけど、精神的にもね、こう落ち着いたリラックスした状況で乗務をしないと、やっぱりなかなかね、売り上げって実はそこ結構重要なところでね、自分が焦ってね、ずーっとこう、なんて言うんでしょう。気持ちがね、こう、ちょっとこう、マイナスの方向に行ってしまってる状況であればね、売り上げも結構ね、伸びないんですよね。逆にこう、落ち着いてね、リラックスした感じでね、しっかりと自分の趣味みたいなものもね、タクシーとは関係ないような趣味とかもね、いっぱい、こう、充実したね、そういったこともね、充実できれば、結構ね、売り上げて、そっちの方が上がったりするんですよね。はい。なのでね、僕もね、趣味の方もね、ちょっと、いろいろとね、余裕を持ってできるように、仕事できたらなと思ってます。というのもね、年末にね、久しぶりにね、ちょっといろいろとずっとこう、僕、音楽の方もね、いろいろやってたことがあったんですけども、昔ね、その頃のね、友人とね、久しぶりに飲みに行きまして、言われたんですよ。最近曲作ってるかって言われたんですよね。作ってないですね、僕ね、自分の曲ね。実は僕、自分で作った曲30曲ぐらいあるんですけど、確かに作ってないなと。それは、寂しいわって言われたんで、久しぶりにそういう音楽をちょっと趣味として、もう一回、ね、やってみようかなと思ってます。で、あとはね、この YouTube の方もね、いろんなこう、面白い企画というかね、役に立つ企画から、
単純に面白いなと思ってもらえる企画を考えていきたいなと思ってますのでね、いくつか案はあるんですけども、なかなかね、僕の思いついた案がね、これ結構撮影大変だぞって思うようなことを思いついちゃってるんで、頑張ってね、それもね、いつかやっていこうかなと思っております。はい、というわけでね、今年も皆さんがね、こうやって見ていただけるということが本当に僕はとても嬉しく思っておりますので、そういったことがね、僕の大きな力になります。今年もね、いいねとかチャンネル登録とかお願いできたらなと思います。よろしくお願いいたします。というわけで、短めですが、新年のご挨拶とさせていただきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。トンコンでした。また次の動画で会いましょう。さよなら。いいよね、誰しも何かしら使命